の唐津の水面を舞台にお届けしてきましたルーキーシリーズ第12戦スカパー JLC 杯、いよいよファイナル優勝戦です。第12レースのメンバーは1号艇佐賀の貞松勇樹、2号艇福井の金田智弘、3号艇埼玉の松本純平、4号艇兵庫の宮田龍馬、5号艇岡山の三村岳人、6号艇滋賀の澤田直也、以上の6名、誰にとってもここ唐津では初優勝、トップルーキーの2人以外はデビュー初優勝もかかっています。枠なりに作戦行動始まっています。人気が集まっているのは地元1号艇の貞松勇樹です。走り慣れた唐津の水面でここまで7勝2連敗まさに主役、最後も逃げて念願の地元初優勝なるでしょうか。1号艇貞松の陰線となります。そして2コースには2号艇の金田智弘です。ここまでチルトを使い分け仕上がりも上々で4連勝、宮島ルーキーシリーズからの連続優出とリズムよく初優勝へ挑みます。2コースから3コース3号艇の松本純平、戸田のフレッシュルーキーは夏も好調、初めての唐津でも5勝3連敗で優出成功。そして4コース4号艇宮田にとっても初の唐津でした。準優は津田との優出争い振り切って鳴門からの連続優出。そして5コースにはどうやら5号艇の三村でしょうか。これがデビュー2度目のファイナル、 A 級5人を相手に初優勝なるか。大里は6号艇澤田直也、経験値もスタート力もルーキー世代では格上、きっちりファイナルまでに仕上げてきました。1番2番3番4番5番6番と並びスタートしました。6号艇がわずかに覗いています。1番2番内野艇も好スタートから出ていって1番の旋回へ、逃げる1号艇の貞松、さす2号艇金田、真ん中割ろうと3号艇の松本、誰も届かず先頭は1号艇の貞松勇樹が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げて独走1号艇の貞松が先頭、2番手は2号艇金田の内側から4号艇の宮田が上がっていきます。2番区トップで回る1号艇の貞松、続いて4号艇宮田を指して2号艇の金田、2番手は2号艇の金田智弘です。そして3番手4号艇の宮田龍馬には3号艇の松本純平が迫ってきています。レースは2周目、先頭は地元1号艇の貞松勇樹が逃げています。2周1マークをトップで回り、2番手で2号艇の金田、その内を攻める3号艇松本、指して4号艇の宮田、2番手は2号艇金田がしっかりかわして3番手4号艇の宮田、3号艇松本は4番手、さらに後ろは5号艇三浦、6号艇の澤田と続きます。2周2マークの旋回です。トップで回るのは人気1号艇の貞松勇樹、続いて2号艇金田智弘、3番手は4号艇の宮田龍馬。ホーム直線コース上位体系は1番2番4番で、優勝戦はこれから最終周回です。その後ろは3号艇松本、両サイドから5号艇三村と6号艇澤田が追っています。3周1マークトップで回る1号艇の貞松、地元のルーキーシリーズを牽引してきました。2番手2号艇金田、3番手は4号艇の宮田。3周バック上位体系は1番2番4番124の組み合わせなら3連単の13.8倍です。ラストターンバック先頭で1号艇の貞松勇樹が回ります。これがデビューから3回目、今年2回目、そしてホームカラスではついに初優勝となります。1番2番4番の順で間もなくゴール、先頭1番貞松、地元初優勝の5輪、2番金田5輪、4番宮田5輪、6番澤田、3番松本、5番三村5輪です。